ジンかけました。ちょっとバッテリー弱ってましたね。ほんでエンジンかかりにくかったんで危なかったっす、ほんまに。調子いいっすね。よかった。エンジンかけなきゃいけません。さあ、88久しぶりに乗りましたけどね、先ポジションがね、もう戦闘的すぎる。ポジションが戦闘的すぎますね。すごい土下座してるみたいな格好や、ほんまに。でね、オイルランプつくんですよね。ちょっとね、バッテリー充電して様子見ます。とりあえず MDF まで持ってほしいな。ちょっと今日 MC18 の88を様子見ますよ。よし、ちょっと様子見ようか。ほら、やっぱ赤いランプついてんすよね。ついてんのかな。うん、でアクセルオンで消えるんすよね。はい、充電しますよ。急速充電ね、倉庫にあるんすけどね、もらったやつが。あ、よかった、死んではないね、バッテリー。でもやっぱり電圧が低いですね。ちょっとこれしっかり充電して、うん、でこれ充電してる間、はい、充電している間にですね、こういうホイールについた汚れ、オイルの飛び散りね、結構 NSR の方困ってると思うんですけども、紹介したかな、これユニコーンカークリーム。これね、拭くとね、コーティングもできるし、汚れも、この油汚れもすぐ落ちるんですね。おすすめです。やってみましょう。ビフォーアフター楽しみに。やっぱ T2 さんでやってるから、クランク R カバーも綺麗ですね。 T2 製のプーリーとかですね、 YR 入ってます。いいでしょう。こういうとこもね、ちょっと薄汚れてたりすると綺麗にしていきますよ。 T2 製のホース、ケーブル全部入ってます。こうやってね、ちょっと拭くだけでこんなに落ちるんですよ。ほら、すごくないですかこれ。例えばここね、こんなにあるでしょ。ギュッてこれかけて、さっと撫でたらこんな取れるんですよ。ほら、すごくないですか。簡単に取れるんですよ。ほら、すごい。はい、今バッテリー取りました。これヤフオクで買ってからもう何年か経ってるんですけど、1回も交換してなかったんで、このね、ちょっと代替品の中華の4番のバッテリーに交換します。これでしっかり充電したやつで入れ替えたいと思います。バッテリー交換したんですけど、ちょっとこのイグニッションの光り方がね、変わったかどうかチェックしましょう。だからオイルランプが点滅してたのはバッテリーが弱いからなんですよ。だから今バッテリー変えたんで、これでイグニッションの調子、まずちょっと一回こう言いますよ。光り方がやっぱちゃいますよね。でもこれエンジン、ほら消えたでしょ、赤い、ほらランプ消えたでしょ。光り方がちゃう。エヌゴとかもそうなんですよ。ちゃんとオイルランプが消えてますね。バッチリ。じゃあちょっとスタジオまでですね、テスト走行行ってみたいと思います。だから僕89をバラしたことによってちょっと自信出てきましたね。なんかやっぱ16とやっぱ違うんだろうなと思ってやって始めたんですが、
基本全く一緒でした。はい、何の不安もなかったですね。全部一緒でしたね。逆にキャブの上のなんかこうパイプみたいなちょっと多めになってるところとかが多分違うとは思うんですから、基本は一緒だったんですごい安心してできたんですよ。ってことは21もいけるんちゃうかなと個人的には思ってます。だから21のエンジンをですねバラして組み上げてみたいなところの、シリーズもちょっと予定してます。実はさあ始めました、カッサンチャンネルです。見てください、 MC21、だんだん仕上がっていってます。前回からの修正点はですね、こういうところのペイントウレタンでやりました。でこういうシルバーね、ここもサビサビやったんですけど、はい、起きて破りの耐熱塗装でね、こういうボルト頭のこういう錆びてるところ、これ錆びてるところ、ここ今買いましたけど、錆びてるところとかを今変更してます。これゴム入れたりとかね、ゴム入れたりとかいろいろやってます。はい、ちょっとあの手狭になったのでカウルを全部つけてですね、倉庫の方に移動するために今いろいろ小変更やってます。これからこれになるだけで全然ちゃいますね。面曲がってますけど磨きます。代替品は無理ですよね。はい、綺麗になりました。次こっちやね。このボルトやひどいね、これ変えたいね。まああるでしょこのボルト探そう。はい、こういう古ぼけたとこ、こう新越シリコンを軍手に塗ってですね、指先でこう触っていくとめっちゃ綺麗になります。こっちあったんですけどめっちゃ綺麗でしょね。見てわかるでしょうか、新越シリコン、これ新越シリコン、これやるだけでこんな綺麗なんです。ただ拭いただけ。すごくないですか。やってないんですけど、これもいいよ、拭くだけでもピッカピカになります。ほら光ってくる。内ボルトは綺麗にします。頭を、これちょっとやだけど、このいけてないやつもね、同じようにこう綺麗にしましょう。ほらピカピカ。あるんですけど本調子ではありません。まだあのフィルターとかも入れてないですし、ただあの錆びてたボルト交換したりとか、まあ、ここから見る景色なんかはねすごい綺麗になったと思います。はい、磨きました。あとね耐熱塗装をやったり、フロントホール、あ、ここね、このフェンダーあるんで、これをこの純正に変えたりとか。はい、ということで、MC21 とりあえず一旦休憩ということでここまでできて倉庫に入れたいと思います。とりあえず892を終わらさないとその次はないので、ちょっと89、お楽しみにしてください。で89の次21、これ実はこれやらず、実はもう1台21来ます。めちゃくちゃやばい、もう誰も
これは手を出さない方がいいんじゃないかみたいな2-1ちょっとゲットしたんで、ちょっとそれ全バラしますんで、 8-9 終わってもすぐまた2-1ねシリーズやりますんで、よろしくお願いします。カッサンチャンネル。